何かガサガサしてますけど大丈夫ですか。いやいや心の準備ができてなかったですね。すいません。さすがですね、2個のことはできないっていうね。ですね。いやいやいや、もうお願いしますよ。はい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 、もう新春早々首でいいですか。首宣告でいいですか。もう僕もこっちに専念していいですか。いやいや意味がないでしょ。さあエロラボです。明けましておめでとうございます。つうかもう明けましておめでとう感もうなくね。そうですね。暑いしね。暑いしね。暑いっすね。いやいやいや久しぶりですね。久しぶりです。女子は久々じゃない。久しぶりです。お、なんかファンの人たちですかね。やったね。異様な空気が流れてますけど。僕らに見向きもしてないですよ。そうですね。女子のファンが1年間やっても誰一人つかないという。おかしいですね。そうですね。なんかずっと濡れてる男の人とかが、ファンが作れてたんですけど、来ないですね。こんな予定じゃなかったんですけど。こんな予定じゃなかったんですけどね。さっきね、始まる前に、控室っていうか、あっちで座ってたら、はい、その話してたら、うん、なんか顔出ししたらいいからかな。顔出せばいけるかなって言って、俺たち二人誰もコメントしなかったの覚えてます。すごいですよね。いや、でも、扱いが存在なっていうかね。あながちでもリスナーさんはやっぱり見たいと思いますよ。そうですか。まあ今の、その返し多分不正解ですね、今ね。僕、正解が分かってなかったです。すいません。いや、まあ、このまたさっきの、前室での話ですけど、うん、参加はこれ、向けたって言ってませんでしたっけ。1ミリも顔向けてませんけど。ちょっと被ったかもしれないです。ありがとうございます。いや、そんなこんなでね、うん、クリスマスイブ以来の、エロラボですけどね。そうっすね。クリスマスイブはね、皆さん、結構収録が多かったですけどね。我らエロラボがっつり生でやらせていただきましたね。はい。ありがとうございます。ね、女子はしっぽりで多分男とちょっとパコパコしてたかもしれないですけどね。俺ら二人はその後にですね、ちょっと飲みに行くかっつって、うん、俺研究員の一言がもう忘れられないんですよ。この教授が、ちょっと研究員飲みに行くかこの後って言ったら、はい、教授、おしゃれなとこをやめてくださいって言ったんだよな。おしゃれなとこ行ってカップルだけ寂しくなんでやめましょうっつって、大衆居酒屋行きましたね。そう行きましたね、大衆居酒屋。そこで二人で写真を撮り合うっていう。はい、そうですね。ですね、まあ、去年の話でちょっと申し訳ないんですけど、すごい、こうね、おしゃべりな流暢な日本、インドの方が店員さんがいてですね、うん、その、まあ、店員さんとはマニュアル通りに覚えてるんでしょうね。うん、クリスマスイブなんかケーキのサービスがあるみたいで、はいはい、多分おそらくカップルだけでやるやつが、まさか俺たち二人に、聖なる夜に、当店からのささやかな贈り物ですって、マニュアル通りにインドの方が喋ってですね、同じに一キロのこうチーズケーキが配られてですね、それをお互いに写真撮るっていうね。寂しかった。寂しかったですね。お互いにフェイスブック載せまくって、もう何してんだって。チーズケーキの甘さが感じられなかったです。あれ、絶対ノースイートですよ、本当は。ノーホールないですよね。ノースイートのやつですよね、本当に。寂しかったですね。いや、あれは寂しかったですね。いや、基本的にクリスマスは別に何とも思わないですけど、はい、演出は寂しさ出ますね。やばかったっすよ、もう。アルペジオ感めっちゃ出てましたよ。ねえ、で、また、あれだったんですか、サンタの衣装を着たドクサー人が、多分ね、キャラ登場だと思うんだけど。そうっすよね。あれだけでね。ちょっとトイレ行ったんですよ。こうトイレ行ったもん、バタバタバタって戻ってきて、まあ、研究員ちょっとあっち行ってみてって言ったらね、エロいサンタが20名くらいいるんですよ。おー、マジで。ワカメちゃんぐらいスカートね。短かったっすね。ぐわーんいっぱいいて。で、教授は結構何でも平気なんですけど、プライベート教授まあまあチキンなんで、はいはい、うわーもうなんか見ることしかできないって言われてたんですけど、プライベート研究員結構酒が入るとなかなかね、頑張られてですね、声かけたんですよ。外に出た時に、すごいっすよ。どうぞ。僕なんか言いましたっけ？なんて言われたかどうぞ。何言ったっけな。覚えてないですか？いや、なんて言われたか。なんて言われたか？あ、そうです。研究結構酔っ払ってたんで、まあまあ話したと思うんですよ。まあおしゃべりは上手じゃないのは皆さんご存知だと思うんですけど、うん、まあ何かボソボソ喋ったんですよね。はい、で、その後研究員結構落ち込んでたんですよ、うん。で、俺がめっちゃもうウケる感じで行ったらマジで落ち込んでて、お前なんて言われたのって言ったら、う
なんかその女の子走って逃げながら、おじさんに話しかけられた。ああ、でした、はい、でした、はい。ああ、やばいってなって、そっか、俺たちも、まあ、いわゆるアラフォーだから。でしたね。おじさんですよね。はいはいはい。確かに僕、俺にもプレゼントくれよ的な、なんかそういったこと言った記憶が。そしたら、おじさんに話しかけられたっていう、まさかのプレゼントが。走って逃げましたね。走ってどんどんどん逃げましたね。もうショックですよね。もう聖なるよりなんていうプレゼントだっていうね。散々でした。いやー、俺にもプレゼントくれよっていうのを 100% 滑ってますね、多分ね。いやそんなこんなでね、はい、2017年エロラボ、はい、一発目いきましょう、はい、しかも今日はね、うん、今日からっていうか、まあラジオ聞いてる皆さん見えないんですけど、こういうボードをエロラボよりラボっぽくね、うん、ラボっぽくこういうボードを使っていろいろやろうと思ってますのでね、おおエフェクト覚えてますね。長いよ、いや勝手に止まるんじゃないですか。大丈夫ですか。オッケーです。はい。ちょっと短い方がいいですね。パチパチが。どこに何があるかまだ把握してないですね。ですね、はいはい。はい。じゃあ、行きましょうか。じゃあ、新春、一発目の、はい、ネタは、何にしましょうか。これ多分 BG 止めた方がいいんじゃない、そうですね。じゃあ、新春一発目で、じゃあ、研究員から発表してください。はい。初めてしたこと、されたこと、聞いたこと、またはしたいこと、ですね。先生もう一回でいいですか。いやごめんなさい。なんすか、なんすか、なんすか。初めて。要はどういうことですか。初めてシリーズです。初めて、されたこと。なるほどなるほど。聞いたこと。うんうん、あとまだしてないことを、まあ、今後してみたいなっていうのをちょっといろいろ話できたらな。そうですね。で今回そのボードを使って、はい、クエスチョンとクエスチョン Q&A 方式で、はい、一人がクエスチョン出したらみんながアンサーしていくっていう感じでね。うん、はい。全然メールとかでもいただけたらと思いますんでね。あ、聞きたいです。はいはいはい。はいはい。まあ、その前になんか来てますか、助手。はい。誰か。はい、メッセージ来てます。はい。見えますか、はい、研究員お願いしてもいいですか。あ、俺たち全然見えないですね。ですね。やばいですね、やばいですね。これはですね、鉄郎 KBB さんからですね。はい、ありがとうございます。ことよろもい鉄郎アット横浜。おお、鉄郎さん横浜からいいですね。やってもらってますね。おしゃれですか。ありがとうございます。あとですね、はい、タクバタンタンランランルーさんですね。はい、はじめまして、こんばんは。お初です。よろしくです。イエーイ。わーおいろいろ間違ってますね。ですね。はい。で、以上です。以上ですか。OK です。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、じゃあ初めてのシリーズということで、じゃあ誰から先行きましょうか。質問。はい。お、女子。はい。さあ、女子来ましたね。どうですか、新春。元気ですか。はい。元気です。ちょっと休みをもらったんで。休みをもらってたね。はい。どこに行ったんでしょうか。はい。気まぐれポニーテールでしょうか。さあ、じゃあ質問出してください。どうぞ。はい。じゃあ教授と研究に質問。うん。あなたも答えるんだよ。あ、はい。はい。何でしょう。初めての中出し。中出しした経験をちょっと。そうですね。あ、大体こういうのは初めソフトに行くもんですけどね。一発目だからそこ。急にですね。急に。まあ、エロな見えるかな。言いたがりですね。もう一回言ってもらっていいですか。もう一回言ってもらっていいですか。初めての中出し。ありがとうございます。中出しミスター中田ってことじゃないですよね。ありがとうございます。中出しですね。いい響きですね。いや中出しっていい。あ、やっぱいいですよ。ちょっと中出しって言ってもらっていいですか。中出し、中出し、中出しって言ってもらっていいですか。中出す。何ですかそれ。ちょっと巻いた感じがするとエロくないっす。ああ、いや、エロくないっすね。オッケーっす。じゃあ、初めての中出しっていうことでね。はい。あ、まあ、俺はされたことはないのでね。うん。あ
のしたことあるかどうかっていうことで、そうですね、まあ、ありますよね、それはそれはそれはありますね。一番初めてやったときいつなんだろうな。中出し10代じゃあこれは誰からいきますか。そうっすね、じゃあ誰からいきますか。はい、研究員から。研究員から、ね、僕からっすか。はい、僕はですね、もうだいぶ前なんで記憶が定かじゃないんですけど、17、18とか結構早かったと思います。まあ、その時はこうあの付き合ってた彼女だったんですけど、はいはいはい、まあでも本当数えるぐらいですよ。やっぱりちょっと怖いじゃないですか。最初はもう興味本位なんですけどね。そうか、いや俺いつだろう、本当に分かんないな。責任だの持ってないですね。そうですね、まあゴムつけでもなんか先走り汁とか。いや、それでも中出しじゃなくない？あ、もう違う。そうだね、それはゴムつけてないだけでしょ。生中出しですよね。ああ、俺多分俺も19ぐらいかもしれないです。お、多分東京の時ぐらいかもしれないですね。それお相手は？いや彼女さんですよ。なんかだったような気が。もういいやって思う。そうだよね。どうですよ、男の人ってやっぱ、中でこの開放感は生まれるんですか？やっぱり生まれるんじゃないですかね。いや俺でも覚えてないんだよな、もうあまりにも昔すぎて覚えてなくない？まあ、確かにそうっすね。あなたは天下にしょっちゅう仲出ししてるからね。あ、それと似てます？天下に仲出ししてるんだよ。それとは違うっすよ、うん、あれはオナニーだからね。まあでも質が違う、うん、気持ちよさは、うん、このレベルで言うと多分同じぐらいだと思うんだけど、その質が違うんで。どうですか、いつ中出しされました？中出しされたのは私は多分20歳超えてからです。あ、彼氏ですか？彼氏です。あ、違いますね。違いますね。おー、やばい。これはどうなんですか、怒るんですか？いや、怒れなかったです。怒れなくて、とりあえず、めっちゃ洗いました。あ、中をあのコーラとか入れなかった？入れてないです。昔よくあったんですが、なんか都市伝説あったね。あちょ、中出し、ミスター中田ね、日本語訳中出しですね。ミスター中田ちょいちょい言いたかったこれ、ね、いちょいみんな刺さってないけど俺には刺さってるから。あ、すごい刺さ結構最初の方で言ってたからスローしてたんですけど。そうなんだね、こいつ突っ込まれた、突っ込まれたんだなって。ミスターだから、ミスターだから、あ、まだ気づいてない全然わかんない。ごめんなさい、刑事無駄ですよ。ごめんなさい、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 ジャパニーズバカがいましたね。ジャパニーズ製バカがいました。さあさあさあ、次々行きましょうか。それってあれですか、あの戻りますけど、相手は恋人じゃないじゃないですか。はいはいはい。それって最初の、最初のエッチの時にその人とは。あ、じゃないです。ああ、なるほどね。もう酔っ払ってか。ああ。何度かそういう関係の人とってことっすね。あらまあ。なんか、残りますね、でも中に、やっぱり。あれ、でも女性としては気持ちいいんじゃない？全然、全然。あれ？あと、なんか、全然気持ちよくないですよ。よくね、あのセクシー女優たちは言われ出されると嬉しいって言いますけど、ね、ああ言いますね、そう、男性が私に対してこう気持ち、良くなってるとか、あとは温かいとか、なんか愛情を受け取ってる的な感じで。あ、そっか。いや、それは男のあれでしょ。そう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 、そう。でも、言われて嬉しいことなだけでしょ。うん。いや、言われて嬉しいでありますね。嬉しいですね。今、言われたことないけどね。一回もね。そんなことね。ああ、言われたいな。でしょ。違うんだよ。なんか、でも、あの、男の人がゴムつけてもそうなんですけど、男の人が、あの、出した時に、ちょっとピクピクするじゃないですか。血管が。ああ。あれは気持ちいいです。あ、それは俺も聞いたことある。あの、中でビクビクする。そう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 。
あれは気持ちいい。出してる感が分かるのは気持ちいい。分かるんだ。分かります、分かります。だけど、出したのが気持ちいいってわけではないです。あ、だから、あれ難しいっすよね。いや、近藤さんは全然、やっぱ良くないんですよ。もう違いが分かんない。でもなんかすげえ高いのあるよね。今、0.01 がありますね。3個で900円です。そう、めっちゃ高いですね。めちゃめちゃ高いですね。1回ミスったら終わるよね。1回ミスったら終わるよね。そう、1個300円ですよ。俺は結構ミスりがちだから。でも破れる、あれなんかさ、ビリビリ行かないときあるじゃん。ああ、行かないですね。で、なんか、ああ、途中だーと思ったときね。なんで中に入るんすよ。そうそうそう。あれやばいよね。あれ手間取りますね。あれで300円なくすの痛いね。痛いっすね。ちっちゃい。待ってよ。逆に言ったらさ。いや、ちっちゃい弁当だよ。ちっちゃい弁当だよ。それ。もう家計も、分も本当に気をつけてください。本当に持てないよ。本当に。気持ちやばいっすね。いや、もう、じゃあもう俺、このじゃ俺、1個300円のやつ3つあるから、3つ。おいしい、やばいな。これ、俺が守る前ね。結果9ミリだって同じぐらいいや、でも今度ね、はい、試す機会があれば、ちょっと試してみたいと思いますが、と、はい、いうことで、初めての中田氏、ミスター中田ね。ほいほい。さあ、じゃあ、ちょっと、あまりにもね、助手が、あの、ハードエッジすぎて、はい、なかなか。あれなんですけど、俺なんか軽めのちょっと用意したんで、いいですよ。はい。ちょっと今年はちょっとなんていうんですかね、可愛いキュートなところを打っていこうかなと思ってるんで、はい、教授ね。はい。じゃあお願いします。はい。ザザン、初めてのデートでキス、これなんか音とか消えないんだ。じゃあもう一回いきましょうか。いいですよ。じゃあ行きましょう。じゃあ教授が行きましょう。はい。ザザン、初めてのデートでキスしていい？初めてのデートで初めての質問はこれぐらいでしなきゃもう中出しっつったらもうクエスチョン120ぐらいで思うクエスチョン1はこれぐらいですよ。初めてのデートでキスってしていいの？どうなんでしょうね。あ、どうですか、女性的にはどうですか。まあちょっとなかなか分かりませんが、そうですね、いいんじゃないですか。どうしたんですか、精液が喉に詰まったんですか。初めてのデートで今日飲んできたらしいですよ、精液。あ、車乗った瞬間ちょっと臭いなと思ったんですよ。あ、チンゲついてますよ、口にチンゲが。はい、ついてます。さあ、じゃあどうですか、いいんですか、助手。あ、でもだって、いや、世の中、じゃ世の中の女性代表して言ってくださいよ、うん、の女の子、まあちょっとデートしようって言ったらちょっとぐらいはその気になってんだよね。そうです、そうです。デートってつけたらそれはその気ですよ。ちょっとデートしようよって言ったらね、うん、それいいパンツの1枚や2枚履きますよね。パンツはパンツは考えないか。うん、でもやれる準備はします、うん、ああ、そうっすよね。でもね、だってエッチしなくても、うん、勝負パンツとかつけるじゃないですか、うん、女性って。そのセットのやつとか、ああ、うん、いいやつね。そう、いいやつを、ね、ああ、どうですか、研究員はどうなんですかね。最近デートしてますか。初めての、いや、デートは、まあ、結構してますね。おお、いいですね。一人、いや、やってますよ。なんか、いやいや、イルミネーション見に行ってますから。おお、何度もやってますよ、僕は。すごい。イルミネーションに今来てますって、俺、LINE 来てましたからね。年末ね。いやらしいですね。いやらしいな。はい、家族と来てますって、嘘ついてましたけどね。行きました、お二人は。行ってない、どこも行ってないよ。おすすめでしたよ。ですか、どこでしたっけ、あっち紫村。紫村ランタンフェスティバルね。ランタンフェスティバル、いや、行きたいっすね。行きたいっすね。でも逆に、昨日ちょっと高速乗ってたんですけど、石川あたりの、菊の。伝承菊ですか。結構やばいよ。うん、結構おしゃれ。あ、なんか、菊見に行くのもありかもなと思って。ああ、結構ね、確かに僕もよく通ったりするんですけど、はい、あそこいいっすよね。いいよね。ただ、今、うん、結構盗まれちゃうらしいっすよ。あ、聞くが？聞く、あれが、電球が。あ、そうなんです。そうなんですよ。らしいっすよ。そんな人いるんだ。でも初めてのデートで菊の畑行かされたら、ちょっと女も引くよな。これ、あおかされるんじゃねえかって思った。
またね、その聞く業者の方も結構考えてて、色ついたあれとか電球とかやったりしてるんですよ。中にはピンクのとか、ピンクあったあったあった、ありました、あったあった、ピンクのやつあった、うん、結構あれっておしゃれじゃないですか。おしゃれですね、さあさあさあ、いろいろメール来てますかね。あ、来てますね。はい、あ、ルッキーニさん来てますよ。こんばんは。こんばんは。投資と研究員の素顔優秀で、え、俺のマジで、え、 YouTube に落ちてるって俺らの素顔あら、やばいっすね。すぐ削除します。バレましたかね。あ、トッシーさん来てますね。あ、トッシーさん新年一発目のコメント重いっすね。30年童貞です書いてますね。いや、俺もまあまあ近いですよ。お店行きましょう、お店。あ、タクバーさん、風俗店でコンドームが外れて間違って中出ししまったことが初めての中出し。あ、なるほどね。これってどうするんだろう。わかんない。なんかそれってでもなんかあれじゃないですか。外れ、自分で気づいてないからもったいなくないですか。そうですね。あ、やばいやばいやばい。出したっていう感じってあんまりないじゃないですか。あの、やった感だよね。そうそう、俺やっとったぞみたいなね。そうそう、みたいな。シュッてもうな。逆にも気まずくなっちゃうっていうね。ああ、ありますね。破れるってことはマジでありますよね。あれは本当に気をつけないといけないっすね。さあ、じゃあ、中のところ意外と盛り上がらなかったっすね。そうでもないっすか。あ、中じゃない。初めてのデータ中していいか。しますか。いやー、教授はもうすぐしますよ。逆に中してからデートしましょうって言うからね。いや、教授はね。まあ、本当にへーってしか言えないっす。ダメだわ、ちょっと新春も気持ちで今日がそのまま会議だ、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 もう今日の俺がもう終わりだ。ダメだ、ダメだ。なんかまだちょっとあのモルヒンの部分がちょっと見え隠れしちゃう。いやいや、そんなことないですよ、そんなことないですよ。じゃ初めてなんで、はい、中ではあデートで中していいっていうことで選ばれ決まりましたね。はい、拍手。遅いですね。拍手。これ聞こえてないっすね。聞こえてないっすね。なんすか。タクバータンタン。はいはい。女の子と喧嘩になりましたって風俗で。おお、やばい。なるよな、それは。ね、あんた出したのみたいな。いや、でもミスター中出し。それってその人のせい。ミスター中出し。その人のせいになるんですかね。そういうことになったら。そうだね。ですよね。でもこれなんかその岡本ゴム会社とかあるんじゃないですか、はい、あそことかにクレームとか入らずね、お前たちのせいで破れて妊娠しちゃうみたいな。でもほら、外れてって書いてるから途中で多分泣いたんじゃないですか。実証っていうか、あれが証明できないんじゃないですか、そうやってでも。そっか、そうだよね。いや、お前のが小さいからだよって言われたら。で、あれ一応ほら、コンドームも基本的にはあれつけて中出しっていうか中で貼ってていいっていうわけじゃないらしいじゃん。え、そうらしいよ。あれもちゃんと外で説明書きにそういうことが書かれてるんです。見たよ。へえ。完璧な避妊具ではありませんって書いてあるらしいから。ほう。まあそうだよ、ね。確かに 100% ではないですもんね。うんうん。さあ行きましょうか。ほら、研究員考えました？初めての〇〇シリーズ。はいはい、考えました。あなたお題ですよ。そうです。はい。じゃあ行っちゃっていいですか。さあ、どうぞ。どうぞ。初めて乳首で、もう研究員誰かに見られてるんですかね。いつですか。初めて乳首で感じたのはいつですか。ああ、なるほどね。初めて音ないですよ、音が。ありがとうございます。初めて乳首で感じたことはないです。あ、そうですよね。はい、俺は別にないですね。じゃあ舐められたのでもいいっすよ。あ、舐められたの。初めて乳首を舐められた。初めて乳首を舐められたのは、もう一発目じゃないですかね。おぉ。はぁ、あ。俺は、ちゃんとしたセックスしてないので。ほぉ。はぁ、あ。中犯されたんですよね。初めて。高一の時にですね。まあ、ある意味犯されたというか、はい、あ。クラブのトイレに、ディスコのトイレに呼ばれて、お姉さんに。めくるめくる寄ろうっていう感じだったんでね。はい、あ。もったいないっすね。そう、あの良さがわからないって。いやー、別に良くないんすよね。はい。いやー、じゃあまあそんなこと、まあそうっすね。教授はそうっすね。助手はいつです。えっと
いつだろう、うん、2回目の彼氏ができた時、はい、2回目というか経験して次の彼氏ができた時、はい、なんて言うんでしょう、 2人目の相手の時ですかね、はい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 、最初触られててもくすぐったいみたいな、ほうほうほう、気持ちよさわかんなくないですか。なるほどね、あ、確かにくすぐったいっていう人いますよね、あれってどこでスイッチが入るのかな、うん、そうだね、つうかね、男と女やっぱ違うのかな、おっ、うん、あの乳首っつうのは、いや一緒だと思いますよ。ああ、ほんと、僕自他ともに認めるちくば、ちくばなんですけど、ちくばなんですね、ちくばなんですけど、ちくばの友みたいになってるんですけど漢字が違いますね。なるほど、そうです、なめつなめられつつな、うん、質もたれつ的なね、そうです、うん、その逆にしあの乳首なめ69とかもう最高ですよえ、どういうこと、どういうこと、どういうこと、あ、ちょっとずれるってこと、そうです、スライドがずれるってことです、あ、いや、お互いに乳首、あ、なるほど、なるほど、これぜひ試してみてください、舐められるのと手でいじられるのはどっちが好きなんですか。僕はどっちでも OK ですね、まあ、刺激してもらえれば、はあ、なるほどね、え、パクった俺のペン、え、違うか、あ、はい、メッセージいただいてますね、タクバータンタンランランルーさん、僕もチクバーです、お、チクバー、仲間がいましたね。要はこういうことだよな。何ですかそれ。乳首舐めてる。あ、その乳首シックスないんですか。乳首シックスないを今、俺今描いてますので。あ、まあ、すか。じゃあ教授。すごいですね。やったことない。まあ、すか。まだ経験したことないかも。試してみてください。多分こういうこういうことになるんですよね。おそらくね。おそらくね。上、上下、横。そういうことになる。上下ですね。上下。こういうことになるんですよね、多分ね。こういうことですかね。見えるかな？こういうことか。こういうことか。まあそうですね。こういうことですね。はい、そうですそうです。なるほどね。で、そこから盛り上がると、はいはい、まあもう少し奥にスライドすればいいわけです。ああ、なるほどね。シックスラインになるんだ。なるほどね。一時期前にあったスライド系の携帯みたいなわけです。スライド。ちょっとこれちょっとずれてるんだけど、ダキーンってこう、ガーッとなりますね。あれもハマるとき気持ちいいっすからね。あ、まこれね、気持ちいいからね。さあ、もう全然ちくばじゃない俺にはもう何のあれもないですね。さあ、ちくばいっぱいいますね。うん、まあでも、あれっすよね。こう、左舐めつつ右コリコリっていうのが基本スタイルっすよね。ああ、そうですね。で、また、あの、舐められるのは好きじゃないですけど、舐めるのは好きなんで。あ、そうなんすね。はい。おー。これは、え、教授もプライベート教授も自他ともに見てもらう盛り上がってくるんですか、自分で。いや、なんか、相手が気持ちいい方が楽しいっていうかね。ほう。はぁ。そんなもんなんじゃないですかね。前にそういえば乳首の話で、はい。色が色素を薄